ちは、ポロロッカです。こんにちは、ポロロッカのあずきです。デイ2です。デイ、うん、デイ1は、うん、新メンバーが加入し、で、新メンバーはお酒を飲んで去っていった、脱退したなので、またデフォルトのチーム B です。はい、はい、で、本日は今どこに向かっているかと申しますと、これ大野市と今出ましたね。はい、のこれまたスカールン、スカールン、これはもう大規模スカールンですね。有名なところですね。はい、で、まあ行ったことがない、実際に。俺も行ったことないし、村杉さんも行ったことがない。はい、うん、どんなとこかちょっと見てみようかということで、はい、車を走らせておりますが、うん、現在時刻が、11時11分。もうすぐお天道様が真上にやってくる一番暑い時間帯になります。ああ、もう多分大きい釣りやったらもう焼け死ぬね。車でクラッキーと中でまっとくから停車あったら変な思いして下行くわっていう、まあ、思うたりん時な、まっといたとかしらね。これまだ行ったことないので、どんな場所なんかもちょっとまあ、うん、全然わからないんですけども、うん、はい、うん、ね、長時間の採集も多分できない、これは、うん、で、うんうん、今もう車の温度計が34度よ、34度、うん、まあ行ってみますか。はい、はい、レッツゴー。せんが、おわ、なんであんなことになっているんだ。これ、ここから来て、こう、数かかってんのが、抜いてんの、抜いてんの、ここ、うん、こんな勇気でやろね。すごい高さや、うん、ぴょーって結構しんどいね。あとこれ、私がほんまに降りたらどえれいことに怒られる。苦手？私は割と、おわらきゃ、すげえな。ほら、千の谷、うん、出番だよ。ミドルドラゴン鉱山、ようこそ。いや、スコロが好きなんで、スコロって遊んでますね。早くケアって、いい石があったのかしら。あれ、前から車が来たで。ポロロッカさんのお仕事、趣味を、あれでしょ、どういうことだ。ちょっとキビキビできんか。さっささっさ、はい、大きいのどけて、ちっちゃいのもどけて、1、2、1、2、あ、足長いな、頑張れよ。今度私が締め出されたよ。プじゃないわ。はぁ、厄介、ありがとうございます。はい、うん、行ったことあります。あ、中、昔のちょっと鉱山跡探してるんです。あ、そうなんですか、はい、わかりました。はい、ありがとうございます。暑いぞ、これは。お店とかも上から見てらっしゃいますわ。なあ、行きますか。はい、もっとくね、なんかない？うん、席あるやん、ほら。こんなんどこから持ってきたのかな。席でしょうか。こっちの壁もすごい焼けて見える。うん、勝手なイメージ言っていい？おもんなさそう。
と。今はあるかもよ。グリーンね。知らんけど。叩いてる？こっちへ。こっちへ。花のな。これはちょっと不毛チックな気がしますね。ザクロと言えばザクロがおった。ほんまに？ああ見えた。キラッてした。これは石のゴミ捨て場やな。うん。これなんかプチ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 。これザクロやな。一応どうなってるか。うん。あ、何を叩いてはったんや。だから、だから。うん。あっち。こんなん全然夏休みじゃないわ。夏休みだよ。もう虫取りとか魚釣りとか、なんて野外で。うん。この釣りは逃げるとこ引っ掛けがないな。うん。戻ろうか。紫さん、偵察。これは道ですか？道？元道。で、うん、緑の壁が立ち塞がってる。緑の壁とは？ずっとこんなんや。あ、これがずっと？ずっとこれが。あそこ行きたい。おお、ジャンプ紹介に。連れてって。おお、さあ、な。背中に重さありなさい。これ無理やで、ちょっと。いつも悪かったね。なあ、うん、あそこ行きたい。行こう。これちょっと今回はちょっとやめませんか。そうですね、うん、こんなんもういけないですよ、ずっとこれは。撤収。違うとこ行こう。先生、はい、もうひどい汗になってますが。あれ、こうずっとしちゃってますから、ね、猛暑日に気温付けお願いして控えてください、ね、頑張るな。いいですよ。はい。この釣りどっちついてんやろ。このカーブのその谷から左へ上がるかやな。もうじゃあ後ですね。なあ、これが同志向ってやつだと思う。うん。よっしゃ。山吹。
坑道から水は常に。飲んでみて。これはヒ素入りやろ。道飛行やで。ポンポンと飛んでるから。冷たいな、冷たいな。うん。あ、気持ちいい。あ、すっごい冷たい。これ冷たいわ。これは飲みたくなる衝動に駆られるな。うん、こんだけ冷たかったらね、えらいことない。そっから冷たい風が出てそうな気せんへん。それ告知やろ。うん。いろんなガスにも種類があるわな。お、冷蔵庫や。はあ。これ冷蔵庫開けっぱなにしてお母に怒られるやつや。うわ、すごい。めちゃくちゃ冷たい。すごい。冷蔵庫やな。冷蔵庫や。ああ、ここで寝よう業。特に食べ物もないけど、ここで寝る。私は車で帰るから。はあ、体感的に4度か5度ぐらい。あ、ほんまに動けんなるな。動こう。じゃあ何を本当あの工事物のところで取ってなんか取れた。いや、もうな、こんなくそ暑い真夏にこんなにどこ来ても多分何も取れられへんの分かってんのによ。重たいでしょ。うん。楽ちゃんです。うん。汚いな、重たいな。いや、中入ってるや、緻密やな、重たいな。な、俺も一個探すわな。うん。さあ、ええやつ見つけようっと。いや、別に聞きたくないです。いや、別にいらないです。さあ、探すぞ。電気の力オン。かわいい。ボトルディギングになった。組み合わせですよ。で、ホロカさんは？これでビール。これでビール。今はとりあえずそのお茶ついてみて。今はやばい。やばい。ほんとこれとこれ、これ持ってこい。それ外資やろ。知ってるよ、うん、火山外資が。と、うん、千円円じゃないの、うん、にザクロが、うん、ブチブチと入っています、うん、ギラギラとしています。こんなん取りに来た。ちょっと違う。なんかあとは、まあ、これは崩壊的。うん。ザクロ。ねんじゃ、もう夏休みや。下にな、ザクロ。じゃあ夏休み、うん、この行動の前で、業務スーパーの。違う、業務用冷凍庫。業務用冷凍庫のぐらい寒い風が出てる。うん、ほんまに寒い。もう、うん、ずっとおられへん、ここ。おい。端っこの方、端っこの方。おお、亜鉛の塊や。うわ、ちょっとやばいね。すごいな。亜鉛の鉱石やな。全部や。重て。うれしそうな顔して。ちょっと待って待って、ギラギラで。亜鉛の塊よね。うん。重たいな。重たい。これはほんまに重たい。な。うん。すごいすごい。これは
声は。黒岡さんがティッシュあるって言ってどこ行ったんで、私ここで石を割る。ギラギラすごい美しい。ロックンローンをこうして、お、ギラギラです。良いですね。ではこれから割っていきたいと思います。割ってくれましたね。はい、すごいね。もうキラキラよ、ね、割っても割ってもキラキラが出てくる。塊やもんね、うん、重たいわ。あ、すごいよ、綺麗わ、うん、これは最高や。やりましたな、うん、組合目薬とあのザクで喜んどった自分が恥ずかしいございます。やった、負けた、見つけました。うん、うん、もう怖くてきた。まだか。山から降りて、はい、趣のある昭和のレトロな銭湯に浸かり、汗を流し、はい、で今日はもう手抜き飯です。はい、ありがとうございます。もうほんまの手抜き飯やで、うん、用意した食材が、はい、冷凍チキンライス、これも程よく溶けております。7つ目、うん、で、うずら卵を包んだ肉団子、肉団子、うん、で、これみじき、今あのキャンペーンで、ね、大きい、大きいね、でかいね、なんだこれ、キャンペーンみたいな。大きいね、大きい、みじき、みじき、そして卵で、これらを使って、うん、では手抜き飯です。楽しみです、うん、あとはもうダイジェスト版で、はい、じゃあ食事用にじゃあ食事用に卵、はい、5個、ちっちゃい卵やね、うん、で、牛乳、牛乳、次、塩コショウ、タルタル、そこにぶち込む、こんなもんかな、うん、混ぜます。まあ、タルタルはもういろいろ入ってるやん、卵に、お酢に、うん、玉ねぎ、うん、ならないの調味料、うん、いっぱい入ってるから、うん、あと油が、マヨネーズの油が入ってるから、うん、程よくふわっと、仕上がる、これでいいです。はい、これ温めるだけです。うん、素晴らしい。こう料理番組見とってさ、うん、これカットで、カットでこのモザイクをかけたらいいですか。はい、はい、もう炒まりました。炒まりました。じゃあ何入れてもいいかな。いいよ、はい、お肉をどーん、でっかいね。これ切っとった方が良かったな。うん、切ろっか。ここは一旦カットで、はい、ちょっと焼けたおみちきを、うん、増量中、40% 増量中、ここに乗せていきましょう。はい、投入、あーで、トーン、あ、回った。これで、ここにジュルーいきますよ。はい、最後にこちら、ハーブミックス、合法ちょっとパラパラってやっちゃって、はい、はい、完成です。完成です。ありがとうございます。よかったらファミチキにおいタルタルで、うん、すげえ。ダンダメージやら、うん、いただきます。食べよう食べよう。ふわふわ卵と、うん、まあ簡単飯やけどな。いきます。あもう冷凍食品フル採用&すごい。これにあのタルタル入れるのめっちゃ美味しい。卵ふわってなるやろ、うん、面白いので。さっきこう食べた時に顎にタルタルがブチャってここのついてしまって。分かってて。
頼むわ。変な分かってんねん。またクワガタも来てるけど。まあ楽しい宴でございます。はい。